電気回路入門5章、総合インダクタンスと変性器のシリーズです。第1回目は総合インダクタンスの説明ということで、L と L がお互いに二足を共有し合うものを総合誘導といって、こっちの二足の影響がこっちに現れ、こっちの電流による磁束の影響がこっちに現れると、相互に誘導作用があるというものです。メープルの方の電気回路関係の事例集を見てみると、ここのところに相互誘導のやつがありましたと。で、これをちょっと見てみると、こんな感じです。まあ、最初説明がしたら、でこれのことを読んで順番に説明して式が入っています。で、まあ相互誘導なんで、お互いの磁束の向きが同じか逆かというので、ここがプラスになったりマイナスになったりするよとか説明してやって、一時側の電圧と西側の電圧がそれぞれの電流でどうなるかというのが、まあ、この式のところが、ここに現れています。そして、カップリング係数の K の説明がしてあって、K の位置なら 100% お互いに伝わっていると。それから、理想変圧器のことが書いてあって、K の位置なんてこういう関係にあるよと、まあ、奇数の比だけで決まってくると。それから私の方では透過回路というのは第2回に出てきますけども、こっちの方のパターンは電圧源とか電流源を使ったパターンで透過回路を書いてあります。そして、まあ、シミュレーションソフトでこれがどう扱われるかという説明があって、このところに相互誘導があるとどうなるかっていうのが、メープルを使った解放とシミュレーションソフトによる解放といった感じで、順番に書いてあります。そして電力についての計算方法の例題がメープルによる解放とシミュレーションソフトによる解放といった感じで書いてあって、あ、こんな感じで終わっていると。言ったことをマスキャドシリーズの教科書で、1、2、3、4、5、6回分、説明していきたいと思います。それでは、一次側の電圧と二次側の電圧と電流二つの関係なので、四端子網としての V と Z と I の関係で決まってくるので、四端子網のインピーダンスがこういう形と、簡単に言うと、11では L1 のインピーダンス、22では L2 のインピーダンス、1と2、2と1では相互誘導のインピーダンスという形なんで、例によって L ソルブしてやると、I1 と I2 についての式が解けるよということです。まあ、この辺に書いてあるのと一緒です。そして、
例題の 5.1。この入力インピダンスだと求めるかなというときで、負荷が R だけのときで、計算したのがここになってます。そうすると答えはこれになると。でまあ、これの求め方が、この連立方程式とパターンで、教科書には詳しく書いてあります。で例として、L1 と L2 という目がもうみんな等しくて L で、R もオメガ L であるとすると、こんなようなふうになると。で、この確認問題を、プライム8になったので、まあ単位をつけながらちょっとやってみました。まず R は6、E は100ボルト。で、Z は数値でずっと計算して最後に単位をつけたと。で、Z11 の6はというと、ちょっとこれ重なりすぎと見にくいので、若干ちっちゃくして、こうすると、それぞれちゃんと計算したのがわかると思います。で、電流を求めると、ちゃんとアンペアという形で、電圧とインピーダンスに単位があるので、自動的に電流という単位になると。で、大きさと角度がわかると。で、複素電力 EI 版作戦を使うと、リアルパートとイマジナリーパートに有効電力と無効電力があると。で有効電力は EI コサインシータなので、このコサインシータは、ここに計算したので、斜辺分の底辺という形なんで、ちゃんとワットという単位になって、リアルパートのこれを取れば有効電力、イマジナリーパートのこいつを取れば無効電力がそれぞれ求まるので単位もワットだけでなしにボルトアンペアとバールが使えると。これは多分一番最初の評価でちょっと定義してありますと。で、ここが大切なところで追加説明すると、一次側の電源から見た供給電力は、リアルパートの電源電圧と電源電流の EI パーで、699.48 ワットとなると。で、一次側から見た消費電流は、さっきの入力インピーダンスの値を使って、Z11 の6の時には同じ値になっておると。で、二次側から見た消費電力は、その二次側の負荷を流れ取る電流を計算してやって、その値を使って、電圧効果は、電流向きが逆になっておるので、マイナス ZI2 で、で、リアルパートの電圧効果かける I2 のバーとやってやると、699.48 ワットというふうに出てくると。5.3 つ、このマイナスも意識して、作ってありますと。ちなみに、ここのもしマイナスがなかったらどうなるかというと、負になってしまうので、有効電力なので、これはいることがわかると思います。で、二次側負荷の消費電力は、まあ、大きさがわかれば I 事乗 R なので、計算してやると、やっぱり同じ値になるということで、
1時側から見ても、2時側から見ても、もしくは電源から見ても、当たり前ですが、消費電力は等しいと。で、確認問題5.2は、負荷が0の場合と無限大の場合を計算してみようということで、0の場合は、まあ、0を入れるだけでいいんですけども、無限大の場合は、ここの0の代わりに、無限大としてやると、不定形になってしまうので、そういう時には、リミットを使ってやると。リミットはここのところにあるんで、R を無限大に混ぜた時の Z11 の入力インピダンスの R と。やると、これとこれがちゃんと元あると。で、これが、R の時の値が書いてあるけども、R がなんか、今何使ってるかっていうのはちょっとまさにわからなかったら、公的なところで R イコールとやると、今 R は録音の時の計算をこことかここでしてるなということがわかります。まあもちろん、どっかのところで、R の値が入れてるわけです。そして、電力はリアルパートの EI バーを使って、R を変数としてグラフにしてやるとこういうふうになるので、確かに最大電力は R が2分の7の時ということは、ここが2本線なのがややこしいところで、2分の7の時が、ここと。で、6の時が、ここで、ここは6の時で、緑の点々は6の時と。いうことで、P の6は699.48ワットだけれども、つまり、ここの音と。それは最大電力ではないと。ボタンを割って、最大電力なのは、R が6だなし2分の7の時で、その時の値はというと、まあ、ここに書いてあると。P ダッシュ R が0になる最大値を求めるときの R は2分の7で、その2分の7を P に入れてやると、803.571ワットになると。ここは807.571ワットと。なんで、ここが赤コールアウトだったのか。ちゃんと線をかけとるんだから、計算で取っていいやつですけど、ちょっと不明です。ちなみにこれってやると、ここと同じようにエラーになってしまうので、リミットを使って解くと。まあ、こことここがゼロなことはわかると。いうものですけども、これも沿線作戦でやってみると、こんな感じですと。R が0の時と無限大の時はこれ。あ、分かったので、3.5i と 8i と。で、その時の電力が、こことここになると。いうんで、有効電力が最大になるのは、ここと。2分の7の時で803ワットと。それから6の時というのは、ここのところで、699.482ワットである。で、もう一個緑のところがあるのは、おそらくこれは例によって接線となる位置を求めたんだと思います。ここに書いてあると。
利率最大は利率を斜辺分の底辺として R を変化させて、その利率が、ゼロになる、傾きがゼロになるときを、ここにちょっとダッシュがあるけど非常に見えにくいと。ここによく見るとダッシュがあるよと。で、傾きゼロを求めると2ルート7という値になると。2ルート7っていくつぐらいかというと、なんでこんなところに時間がかかるかな。なんか変な長時間かかるのにかかってしまったときには一旦停止して再計算するというところ。これに結構時間がかかるのか。あ、これは何でかというとですね、これがあるからですね。これがあるからめちゃめちゃ時間がかかってます。というんで、R の状態をクリアしてから、この計算をすると、まあ、すぐできると思います。で、ここが 3.5 オームで、ここが6オームなんで、間の 5.3 オームがちょうど接線ができるときというふうにして、円線図を書くといろんな情報のところと、上で求めてきたいろんな値との関係がわかるということであります。ところで、最大での供給定理の必殺技を思い出してみると、R の大きさは、こうなるはずなので、何の計算もしなくても、2分7と分かると。いうことが分かりますが、もっともっと考えてみたら、最大電力というのは、この円の半径のことなんで、円の半径というのは円の直径の半分なんで、円の直径というのはこことこの間なんで、さっきの0の時と無限大の時の、電力、まあ無効電力なんだけども、を2で割ってやればこうなって、ここは分からにくいけども、シンボリックエンジンをわざわざながらここをコントロールするのできないので、数値計算エンジンにしてやって、自分でワットという形に書き換えると。すなわち、まあ、シンボリックエンジンが答えを出したときには、この後にイコールと打って、自分の好きな単位を取る単位にすると。ので、これが最大電力。最大電力は赤だから合ってます。というふうにして、毎回使っている必殺技を使わなくても、エッセンスでは、小学校で習った半径は直径の半分ということで分かるということであります。はい、以上です。